昨日噴火警戒レベルが引き上げられた箱根山では、今日も火山性の地震が続いています。回数は大きく減っていますが、気象庁は引き続き警戒を呼びかけています。箱根山上空に真鍋記者がいます。真鍋さん。はい、ヘリコプターは現在大涌谷の火口付近上空です。ご覧のように白い水蒸気がもくもくと上がっているのが確認できます。その勢いなんですが、昨日までと変わらず全く衰えていません。今も地下で活発な活動が続いていることが伺えます。この辺り規制区域となっていまして、大きな駐車場には車は止まっていません。観光客など人の姿もありません。大涌谷につながる県道も通行止めとなっていて、人気の箱根ロープウェイも現在は運休です。今日は午前中、温泉供給施設の職員が作業のために一時この区域に入ることを許されました。午前9時過ぎにはその職員と見られる人たちが勢いよく噴出する水蒸気のすぐ脇で作業する様子が見えました。心配される火山性地震ですが、おとといは116回を数えましたが、昨日は14回、今日も午前11時現在で7回と大きく減ってきています。ただこれで収まったとは言えず、気象庁はまだまだ注意が必要と警戒を呼びかけています。